ハローアースノイド、ガンダムのおじちゃん教えて、に対する、ネットの反応をお送りするよ。ガンダムのおじちゃん、初めてアムロさんが人を殺した時、どう思いましたか？エリーはね、受け止めてあげられるかわかんない。スレッタが奪った命の重さを知った時に、受け止めてあげられるかどうか。わしそういうのわからんわ。アムロの棒は人殺し自体にはあんまり頓着しとらんかったから、まあさすがに生身の人間踏みつぶした時は辛そうやったけど。棒は相手がザクなら人間じゃない言うとったしな。実際これやべえよな。正規軍人の素人ですらパイロット姿の敵見たら銃撃てなかったり、その後自分が相手を殺す悪夢見てんのに、そういうのがなくて心配がよくかかる病気までプロセス飛んでるもの。1話で完全素人で乗り込んで二喜劇派という偉大なるシリーズ第一歩にして歴代でも異常な戦果。神湯でも初撃派には時間かかってるんですよ。コックピットだけビームサーベルで潰せば爆発しないで済むって明確に人だけを殺傷しようと覚悟決まっているからね。そうまでしないところに吹っ飛ぶのはわかるけども、素人がよくも。まあ実際相手の顔が見えなければトリガーは軽くなりそうではある。逆に言えば相手が見えていたら距離があってもトラウマになるな。アメリカでは PTSD になるドローン操縦士が続出して問題になったことがあったし、武器や兵器ってのはより安全に効率よく、そして心理的負担が減るように進化してきたから。しかしモビルスーツっていわばもう一人の自分だし、それで生身の人間を殺す感覚は、一周回って自分で殺すのと大差ない心理的負担がかかってる気がしてきた。アムロの棒はガンダムに乗り込む前に近所の人たちがまとめて死ぬところを見ているし、そもそも戦争開始から10ヶ月経っているしで、サイドセブンが平和とはいえ見た目より死が身近にあるのも大きい。宇宙空間を逃げるノーマルスーツ姿のシャアにビームライフルぶっ刺してるんだよな、アムロの棒は。ざまあないぜ。こんな風だったカミーユも父親と母親の件でだいぶ心に来てたからな。エリー気にしないで。そのうち慣れるってイオの旦那も言ってたし。ちなみに相手はスレッタのお嫁さんとそのお父さんを殺そうとしたテロリストと、スレッタのことお姉ちゃんって呼んで一緒に遊んでた学校の後輩です。ソフィに関してはスレッタじゃないだろ。ソフィやったのお前じゃねえか。しれっとなすりつけててくさ。そういうのは多分シード君、カエイジ君とこのお孫さんが親身になってくれると思うで。名前を覚えてもらえないシード君。王子はお助けしたはずの姫様に人殺しと責められておつらそうでしたね。ベルリが王子呼ばわりで草、確かにそんくらいの身分ではあるが、レイハントン家の進化であるロルッカとミラジが二人をそう呼んでるから、二人のために作られたGセルフも進化と考えれば OK。 君のお坊ちゃんは共感度のやっちまった時がヤバかったっすね。おっちゃんそういうのよくわからんからユニコーン君に聞いた方がええよ。すみません、僕も知らん間に初キルしてたんで。バナージもアンジェロにキレられるまで気づいてなかったみたいですし。ミカは乗る前から済ませてて覚悟も決まってたから言えることがねえな。ああ。何人死んだんだろうこの時。二桁は言ってるよね。ええか、嬢ちゃん、おっちゃんもユニコーンくんも他の子もな。みんな生き残るのに必死やったんや。どこの世界どの時代も戦争で地獄やさかい。嘘だろお前。この時が初めてじゃねえだろ。まあ嘘の心はひどく傷ついたのは間違いないが。そういえばシャイニングガンダムはキルレシオゼロか。そもそもGガン通してドモンが直接戦った結果、死因に関わったのって師匠だけだっけ。多分そう。デビルガンダム四天王でドモンが殺したのってマスターアジアだけだったはず。心がえぐられるように痛かった。なのにドモンはこの後も大事な人とお別れしないといけないんだ。兄さんは敵の印象薄すぎて無意識的にカウント除外してたけど、とどめさした意味ではそうか、そうか。マスターアジアは実際の格闘技でもよくある試合中に打ちどころが悪くて亡くなった事故で済むけど、行事兄さんの時は殺し言ってたんだよな。最初に手にかけたのが両親のソラン君にも聞いてみようか。人の心。すまない。私のマスターはいわゆる初キルは別らしいんだ。だからわからない。そうだよな。君のパイロットは初キルは君と出会う前だよな。しかもやっちゃったのは赤の他人ではなく両親というね。わあ最悪。わし思うんや、人が使うために作られるのがモビルスーツなのに、どうしてモビルスーツを使うための人が作られるんやろな。
包丁や銃を使う人を育てることはあっても作ることをせえへんやろがい。モビルスーツも同じ道具やぞ。人間ありきの存在意義が揺らぐわ。おじき、今日はえらい哲学的なこって。でも戦闘機乗りとかは戦闘機をパイロットに合わせるんじゃなくて、パイロットを戦闘機に合わせるために訓練するやろ。薬を使って精神を安定させたりとかもしてたらしいやん。天然物のマグロは高いから養殖しようみたいな考え方じゃない。おっちゃんとアムロが一パイロットとして多大な戦果を上げすぎたからだよ。モビルスーツに限らず人が乗るタイプの機械はパイロット含めて一個の完成品になるからしゃあない。戦争を終わらせる英雄の機体なのがガンダムだけど、反体制の象徴なのもガンダムだからな。おっちゃんは戦争を終わらせるために作られた純粋な兵器だからね。設計したテムレイの願い通りにアムロを無事生還させたんだ。おっちゃんの血脈はいろいろな立場で生み出されてるからしゃあないんやで。よっしゃわし、ちょっと宇宙議会連盟のもんと話してくるわ。これ以上嬢ちゃんが泣く姿を見れんわ。悪いけどみんな一緒に来てくれへんか。おっちゃん初手パーフェクト形態で本気度マシマシでくさ。ガンダムのおっちゃんというナチュラルに昭和発言するし、最近腰も弱くなってきたモビルスーツだけど、なんだかんだ後輩思いなやつ。関節は一年戦争の時点でガタが来てましたね。電波が悪いよ電波が。おじき、おともしますぜ。微力ながら助立ちいたす。お前一気で十分すぎる。おともします。私にお任せください。敵すべて消滅させることができます。ウィングゼロくんがすごい機械的に喋ってるの好き。加勢しますぜおじき。ふ、これは事故だよ。あーどうすっかな。サテライトシステムが事故で誤作動しちまいそうだな。このままじゃ暴発しちまうな。お前はよ、ガロードはツインサテキャでは誰も殺さなかったってのに。アー人間とは異なる生物が事故、デートせず介入してしまいそうだな。君は事故対応の方が向いている。殺すためじゃなく分かり合うための力だからね。議会連合を駆逐する。見つけたぞ世界の歪みを。お前は事後対応しなきゃだから待ってて。とりあえず一発思いっきり殴らせろ。ついに宇宙でこの装備を使う時が来たな。ちょっくら月光町しますね。文明ごと埋葬しちゃさすがにやりすぎですよ。ここは自分が紙コーンで無力化して G セルフでスペースデブリ除去。これで決まりね。よくわからないけどたくさんのガンダムがいるのでやってきました。オーバーキルが過ぎる。すごい数の先輩たちが集まってきてる。なんかもっと物騒で大惨事巻き起こしそうな連中もハッスルし始めてません？そうか、エリーはポジションとしてはおじきいつかの末娘になるのか。そりゃにいや、おじきの皆様大激怒だな。かわいい僕、小松妹にひどいことした議会連合にぶち切れたシスコンの兄貴たちのぞ。おじきがこの格好で頭下げたらついてこないやつおらんやろ。